手洗いと手指の消毒、一つの密でも避ける、ゼロ密を目指すなどの感染対策をこれまで以上に徹底してください。マスクは自分の顔に合ったサイズを着用しましょう。鼻の位置がずれていないか、頬や顎に隙間がないかを確認、フィットしていることが大切です。隙間があると十分な効果が得られません。鼻出しマスク、顎マスクはやめましょう。表面を触らないように、触ったら手洗いを、取り外しの際は紐部分を持ちましょう。食事をはじめ屋内屋外も問わず、会話をするときはマスクを正しく着用し、短時間声は控えめにお願いします。一人一人の感染予防が大切な人を守ります。試合開始はいずれも午後2時を予定しております。